朝鮮の十大王のヨンサン軍。彼は王から降ろされて、追放されて、追放地で亡くなることになりますが、最後の遺言が妻に会いたいという一言でしたね。ヨンサン軍のあまりにもひどい悪行によって、えー、隠されていますけれども、ヨンサン軍の心の支えだったペビシン氏という性質がいました。今日はこのペビシン氏のお話をしてみたいと思います。 四大王の世ンの四男でイミョンデ軍という人がいまして、この人には娘がいました。イシという人でしたけれども、つまりこのイシは世ンの孫になりますね。で、このイシが当時天才の行為官僚であったシンスンソンと結婚することになりますね。で、この二人の間で生まれたのがペビ・シンシですね。つまりペビ・シンシは世ンのひ孫になりますね。 で、当時の王、九代王の孫憎は、このペビシン氏がとっても気に入ったようですよ。立派な女性だ。面接なしで息子と結婚させようと思ったらしいですね。それによって、当時の聖者だった十代王のヨンサン君とペビシン氏が結婚することになりますね。家系図を見てみると、ちょっと遠い親戚なんですけれども、今の韓国では遠い親戚の間の結婚はできませんが、朝鮮同時はできてたそうですよね。じゃあ話戻します。 しして人人が結婚した時は当時2人とも11歳同じ年で、したねでここでちなみになんですけれども、ペビシン氏はあまりにもなんか立派な女性だったそうですね。朝鮮歴史初めての面接試験なしで王妃になった女性という記録も持っています。ソンジョンはペビシン氏のことがとても好きだったようですよね。 で、実際、四三軍とペイビーシン氏の間もとても良かったらしいですよ。子供がいっぱいいましたが、まあ、有名な人としては、フィシンゴンジュと、セジャーゴ、そして、チャンヨンデンがいますよね。もう、この3人含めて、2人の間では子供が8人もいました。とても仲が良かったということですよね。そして、四三軍は、ペイビーシン氏との間の子供を特に可愛がってたらしいんですけれども、特にその中でフィシンゴンジュが好きだったようで、フィシンゴンジュが結婚するときに、 長女に大きい屋敷を作りたいと言って、周りの長者を全部移動させるという、まさに四三軍らしいことをしますよね。で、さらに、できた後にもですね、眺めが悪いと言って、近くの高い建物を全部移動させるほど、まあ、まさに四三軍パワーで、おー公獣が好きだったことをちゃんとアピールしますよね。 そのせいか、フィシンゴンジュの周りには、いつも연상軍にコビを売ろうとする家臣たちで大騒ぎだったらしいです。 じゃ、話戻しまして、ヨンサン軍は特にペイビーシン氏がとっても好きだったんですよね。えー、こういったエピソードもあります。ペイビーシン氏のお父さん、シンスンさんが亡くなった時に、ヨンサン軍は気持ちはわかるけれども、当時、ペイビーシン氏が妊娠中だったし、無理はいけないということで、お肉もちゃんと食べさせて、えー、韓国はお葬式の時に愛語を言い続けて悲しみを表現しますが、それもさせないということでしたね。 体にブリがいくということなんですよね。で、こういったペビシンシ、性格的にはどうだったでしょうヨンサン軍の寵愛をもらっているから、性格がちょっと歪んでたんでしょうか実際真逆だったんですね。とても性格が良かったらしいですよ。軍用側室に綺麗な言葉を使ったりとか、誰にでも礼儀正しく優しい性格だったらしくて、当時の家臣たちにもとっても素敵なお方であるという評価が続いてたらしいですよね。 つまり、四三軍とも仲が良くて、周りの評判もいい。まさに、良妻憲法そのものでしたけれどもえ、一方では、家臣たちの中ではですね、あまりにも優しすぎて、権威がないという文句もあったらしいですよ。つまり、それぐらい、ペビシン氏は優しいお方でしたね。 で、実際、朝鮮の王朝の記録を見てみたら、ペビシンに関してこうやって書いています。紳士は徳があり、優しい性格で、上にも下にも、えー、好まれた。王は狂って残酷だったが、王は紳士だけは愛していた。えー、そもそも王朝実力なのに、王が狂っていったと書くのも面白いんですけれども、まあ、とにかく紳士のことを褒めているのがわかりますね。で、この中で皆さん、皆さんが注目してほしいのは、王は紳士だけは愛していた。四三軍は狂って って言っても紳士を愛ししたんでしょうかじゃあ、今からその話を見てみましょう。四三軍が最初に自分の王権の強化のために起こした武王騒の時なんですけれども、結構殺戮まみれの事件でしたけれども、この時に紳士は、周りの誰も言えないことを言うんですね。ジョンハーひどすぎです。いい加減にしてください。とか止めてたらしいですね。で、当時四三軍の性格を知っていた家臣たちはこれを聞いてびっくりしましたが、なんと、 四三軍はこれを聞いてわかったと言って何もしなかったらしいですよ。つまり四三軍はペビシン氏には弱かったかもしれませんね。で、その後四三軍が本格的に血迷い始めるカプチャサワの時もなんですけれども、周りの家臣誰も言えなかったけれども、ペビシン氏だけは、チョンハやりすぎですと言ってて四三軍を止めますよね。 当時、四三軍、何も言わなかったけれども、面白いのは、記録によりますと、四三軍は紳士の前では何もしない落ち着く性格だったらしいですよね。四三軍の最後の良心ではなかったんでしょう。 で、もちろんこの家臣の中でも、四三軍に媚びを売ろうとする家臣もいたでしょなので、四三軍からポイントを取りたかったのか、こういった話をします。紳士はどうしますかって。それを聞いた四三軍、正しいことを言ってるだけなので、意見を尊重しろと言ってて、ある意味では、家臣たちに紳士触ったらただで済まないよという意見を表しましたね。 じゃあ、ジャンノクスって皆さんご存知ですよね。とても犠牲で有名な人なんですけれども、ジャンノクスが、あの、ヨンサン軍の超愛をもらってたのも皆さんご存知ですよね。で、ジャンノクスを主役としてやっているドラマを見てみると、ヨンサン軍の愛がジャンノクスに行ってしまって、それを見ている紳士が嫉妬しているような場面、見たことありますね。あでも実際これはドラマの演出で、実際記録を見てみると面白い話があるんですよ。ヨンサン軍がジャンノクスに、 お前が世の側室として自由に暴れるのはいいが、忠調に触ったらただでは済まないというような言葉を言ったらしいですよね。つまり、あのチャンノクスも真摯には手を出せなかったんです。じゃあ、そういったヨンサン軍の悪行が続く中、学名といえる忠調万丈が起きてしまいますよね。これによって、ヨンサン軍は敗位されて追放される。で、その時の家臣たちは、 え、四三軍は追放しますが、紳士には罪がないとみんな知ってたらしいですよね。紳士はあまりにも評価が良かったので、なので実家で暮らすことを許してくれますが、ただ紳士は四三軍と住みたかったらしいですよ。記録によりますとずっと四三軍と一緒に追放でいいって言い続けたらしいですが、家臣たちはこれを許してくれなかったんですよね。 で、結局、追放地で29歳で亡くなった四三軍。最後の遺言は妻に会いたいでしたね。これを聞いた紳士、そのままではいられないんですよね。当時の王であった11代の王を順序にお願いをするんですね。お墓だけでも近くでお願いって。それを聞いた順序、もちろん許してくれるでしょう。順序としては多分申し訳なかったと思いますね。順序は正直に言いますと、四三軍の弟として何の問題もない。 生活を知っていたので実際、この革命には参加したくなかったんですよね。なので、順調が王になった後に、四三軍の息子たち、つまり順調には多い子になりますね。この子たちが当時8歳、6歳でしたけれども、で、その中で特に聖者以後という子は、とても聡明で期待されるような人材でした。実際、革命が起きる際にも、家臣たちの中では、聖者があまりにもいい 人だから聖者が大人になるまで我慢しようという意見もあるほどでしたねで、もちろん忠々もこれをしていたでしょう ので、自分の甥い子だし、追放ぐらいで済ませようとするんですが、なんと、家臣たちがこれを許してくれないんですよね。家臣たちとしては、この純調万丈という革命自体の名分も弱かったし、この聖者以後が大人になって、もしかして万が一王になった場合は、自分たちが殺されますよね。それが嫌だったでしょう。なので、この8歳と6歳の子を殺してくださいとずっと言い続けて、結局、王権が弱かった純調はこれを許して、 しまいまいすこれによって、イゴとチャンヨョンデ軍は消されますね。ただ、朝鮮のルール的には15歳以下は実際は死刑がなかったので、これは死刑というよりは殺人になりますね。で、 先ほど言ったフィシンゴンジュの場合も、ちょっとあの残念なんですけれども、お父さんが下ろされたということで、平民になり、で、夫の家ンが、なんと、自分のお父さんを下ろす学名に参加することになりますよ。それによって、強制的に離婚されて、えー、四三軍からもらった自宅も奪われてしまいますよね。とても残念な人生を生きることになりますが、えー、二年後、朝鮮の法律的に、お父さんが下ろされたということで、離婚になるような理由はないと言って、えー元 の弟と結婚しますすけれどもその後の後記録がないんですねじゃあ紳士の話に戻りまして紳士は四三軍のお墓を守りながら60歳に死去してしまいますで四三軍の墓を見たら皆さん分かると思いますが王から下ろされたのでお墓は普通の墓になっているのが分かりますね 자 신신의 이야기는 여기까지 돼. 어, 아까도 있다 연산군의 초아요 모래이ながら 아바래っていた 장녹스. 모とも히 전 출신이세요,네. 자, 다음 주는 이 장녹스의 이야기를 여러분께 소개해 드리겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 진짜 고마워요. 여러분 안녕.